イトブ漫才新人賞は、読売テレビが主催する、神型漫才のコンクールである。2012年から開催されている。第1回の決定戦会場、シアタードラマシティがある茶屋、町アプローズ第2回、第3回の決定戦会場、シアターブラバ第4回の決定戦会場、森の宮ピロティホール第1回から第8回の選考会会場及び、 第5回から第8回の決定戦会場読売テレビ本社読売テレビが情報演芸の代表である漫才に正面から取り組む漫才プロジェクトの一環で新設。読売テレビ主催のお笑い賞ーレースとしては1972年から2006年まで開催していた髪型お笑い大賞以来となる。出場資格は 大阪を拠点に活動する芸歴10年までの漫才師であること。読売テレビ本社内第一スタジオで年3回行われる糸部漫才新人賞選考会放送上のタイトルで第4回2014から15までは漫才師に糸部漫才新人賞選考会第5回2015から16から第8回2018から19までは 漫才ラバーズ・イトブ・漫才新人商戦公開第9回201920は漫才ラバーズ・ネクスト・イトブ・漫才新人商戦公開で各ラウンドの上位2組の計6組が決勝進出第2回2012から13から第4回2014から15までは一度敗退したコンビも 別のラウンドで1回に限りリベンジ出場することができた。第5回2015から16からは番組スタッフによる事前審査会が設けられ手見せを行った30組の中から厳正な審査を勝ち残った12組が選考会に出場できる。毎年2月または3月に行われるイトブ漫才新人賞決定戦で1組が選ばれ賞金100万円と 冠番組出演権が送られる。放送日時は開始当初金曜日深夜が中心だったが、第5回2015から16以降は週末の午後に変更されており、決定戦も第1回を除き同様の放送時刻となる。第10回2020から2021からは選考会と決定戦が関西での放送日時にネットでの同時配信が行われた。 放送後にはティーバーギャオイトブミドでも配信が開始され、関西以外の地域でも視聴可能となった。また、決定戦当日は、ファーストラウンド及び最終審査の合間に、過去の受賞者や先輩漫才師による漫才も披露される。持ち時間5分間で漫才を披露。4名の審査員が1人につき持ち点100点、400点満点で審査が行われ、 各ラウンドの上位2組の計6組が決勝進出となる。なお同点だった場合は高得点をつけた審査員が多かった組、さらにそれも同数だった場合は審査員長、オール巨人の得点が高かった組が上位となる。事前の抽選で決定したネタ順で登場し、5分間の漫才を披露。ファーストラウンドでは、 5名の審査員の持ち点は1組あたり100点満点で審査し、その合計点の上位2組が最終審査に進出。同点となった場合は5名の審査員が面白かった、方の札を上げ、多かった組の方が上位となる。ただし、対象の組がどちらもファーストラウンド敗退が確定している場合は、同率順位となる。最終審査では、 二組がもう一つ5分間の漫才を披露。5名の審査員の持ち点は一組あたり100点満点で審査し、その合計点とファーストラウンドの点数の合計点が高い組に、糸部漫才新人賞が与えられる。ファーストラウンド同様、同点となった場合は5名の審査員が面白かった、方の札を上げ、多かった組に、糸部漫才新人賞が与えられる。 1> 第1回、2011から12は、事前の抽選で決定したネタ順で登場し、4分間の漫才を披露。5名の審査員の持ち点は1組あたり100点満点、10名のマスコミ審査員は1組あたり10点満点で審査し、その合計点が、最も高い組に、糸部漫才新人賞が与えられた。第2回、2012から13から第9回。 2019から20までは、事前の抽選で決定したネタ順で登場し、5分間の漫才を披露。ファーストラウンドでは、5名の審査員の持ち点は1組あたり100点満点、マスコミ審査員10名は1組あたり10点満点で審査し、その合計点の上位2組が最終審査に進出。同点となった場合は、 マスコミ審査員を除いた5名の審査員が面白かった方の札を上げ多かった組の方が上位となる。ただし対象の組がどちらもファーストラウンド敗退が確定している場合は同率順位となる。最終審査では2組がもう一つ5分間の漫才を披露。 5名の審査員の持ち点は1組あたり100点満点、マスコミ審査員10名は1組あたり10点満点で審査し、その合計点とファーストラウンドの点数の合計点が高い組に糸部漫才新人賞が与えられる。ファーストラウンド同様、同点となった場合は、マスコミ審査員を除いた5名の審査員が面白かった方の札を上げ、多かった組に、 糸部漫才新人賞が与えられる。選考会第1回から第5回までは、審査委員長、オール巨人に、芸人、雑誌編集者等のクリエイター、新聞記者、糸部プロデューサーから各1名を加えた5名体制。第6回以降は巨人に、芸人3名を加えた4名体制となったが、すべての回で多い。キューマが、審査員を務めており、 残りの2名が回によって異なる。決定戦各年、各ラウンドともに、太字が、決勝進出。2012から13から2014から15までの、グループ名の後ろにあるは、リベンジ出場。出林に使用されている曲は、トータルファット、パーティーパーティー。ラウンド1ラウンド2ラウンド3ラウンド1ラウンド3ラウンド1。 ラウンド2、ラウンド3、ラウンド1、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 ラウンド2、ラウンド1、ラウンド2、ラウンド3。ありがとうございます。